요일에 대해서 알아보겠습니다. 요일에 관련된 상황은 늘 있기 때문에 지켜두길 바랍니다. 그럼 예문을 살펴볼까요? 月曜日 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 火曜日 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 水曜日 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 木曜日 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 金曜日 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 土曜日 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 日曜日 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 会社は何曜日から何曜日までですか？月曜日から金曜日までです。学校のお休みは何曜日ですか？土曜日と日曜日です。お祭りはいつですか？木曜日です。